ジン、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。海様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることはすべて話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けると雛に話しました。できぬ約束をしよって。雛の信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき血が、孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではな。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聴くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。
なぜヒナが狙われた？サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。その挙句にヒナが死にました。殺したのは裏切り者だぞ。仕向けたのはあなたです。足跡は一人分。刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、行ってこい。助けて。殺させるものか。速達を安せ。血が止まらない。シロ、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために堅くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。
내게 뭐 있어? 60을 줘야지. 쟤 나로 와, 쟤! 솜테라 베스니스 있어. 慎重に 勝負! 허락식난컴겸 待たせてしまったな。情け深いお方でよかった。もう安全だ。どうかお受け取りください。
この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。さあどうぞ見ていってくださいよ。恐れながら数が足りませんね。助かった。ここで良い知らせをお待ちしてますね。昔一気酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地すべてお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。行善様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕か。何か分かったか。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておく。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。サダオ、首を洗って待っておる。海だ、急いで見つけろ。これでしまいか。近くにいるぞ。気を抜くな。かかれ。死んでたまるか。
死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。いや、クズめ。殺したのですか。雅子殿、奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき敵も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。お前ほどの馬はいない。
よし。一つだけ猛虎に感謝してることもある。すでに下った。次は対馬。それから本土か。
猛虎が相手じゃ勝ち目はないよ。鎌倉が策を練ってるといいね。もう手遅れ。矢筒を新しくいたしませんか。そんな夢のようなことを言っても仕方ないよ。そうだね。お手伝いできることは。また来よう。どうかお気をつけください。実に穏やかだ。かような地があると。急いで甚六様のお家の支度をしなくちゃ。鎧を着ていらっしゃるので、てっきり甚六様かと。ようこそお侍様。甚六様とは。まさかご存じないのですか。名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて、甚六様の武勲をお聞きくださいませんか。であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。甚六殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は猛虎に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。よく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。
人禄は武士ではない。口を割らせるか。人禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ。まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けてたと。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。
知れ者め。女衆にも知らせねば。少々手荒だが使えそうだ。菰田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。お戻りで。甚六は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。
動くな。ありがとう。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞこちらをお受け取りください。
小松田、ユナとタカがおるはず。いさかいか？ネギオン発進だ。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さん。戦いそうにないね。タカはどうだ？虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人心で猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。
火事場は動くか。ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけ。酒井様、姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。叔父上を救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず、忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。言うな、戦の支度を。できてるみたいです。幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。小町を。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。幸男の使いだ。生きてるの。ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。
あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間は痛むぞ。侍なんて。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。助かった。お願い、助けて。どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がもう人じゃないみたい。そうかもね。そちらの精鋭を出せ。発生メキチョの俳優の方がすんな。
ついてまいれ。あの方は何者なの？話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。モコが寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここでモコを迎え撃つ。
きゃ。総長、総長、降りて。武将、どうした？どうした？隣ちゃん。私が何をする？ぶつかろう。ああ。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよ。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。
ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。